皆さんこんにちは、ゴルフ夫婦のゆかです。ゴルフ夫婦の伊集太です。はい、ということで今日はですね、湯野石橋ゴルフクラブさんにお邪魔しておりまして、はい、先ほどワンラウンド終わりまして、はい、なんと決着つかず、知らないけど勝手に勝負して決着つかず、お天気もいいのでもうハーフ行こうということで、はい、0.5 ラウンド目なんで今日トータル 1.5 ラウンドですね。はい、サドンです。はい、アディショナル、アディショナルタイム、アディショナルタイム、よくわからんけどちょっとところどころご紹介できたらなと思って、はい、まあ、急に撮り始めました、はい、機材も何もないんで携帯のカメラで、はい、はい、なんか今撮ってますとりあえず1ホール終わって、はい、ボギー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 、はい、でなんと1ホール1ラウンドは78点でした、はい、お互い私後半ね35だったんですよ。すごい、ほんまに。これはこっちのね、今回るコースの前半43点だったら僕40点だったな。すごかったね、うん、あ、41か、ね、うん、すごかったんですけど、はい、じゃあ頑張りましょう。ちょっとこっちのコースリベンジで頑張りたいと思います、はい、行ってみよ う、 みよう。さあ行くぞ。ゆかちゃんのズボンの裾がこれ、ね、ズボンの丈がさ短すぎるよ、やっぱりこれ。そればっかり気になって今日じゃあ裾をちょっと映さずにできるだけいきましょうね。はい、410ヤード。おい、アゲンスト。ナイスショー、ナイスです。いいと思いますよ。いいお天気ですね。最高ですね。ちょっと風があるけど、前半なんと OB3 つしちゃいまして、まあそれで私と同点だからうまいな。うん、まあ朝一ここ OB だったんだよね。ナイス、ありがとう。いい感じ、止めてないよ。うん、面白かったな。でもいい天気やし、ね、最高だったな。バンカーからバンカーからチップインバーディーとか取っちゃって劇的バーディーだったよな。そうだったね、あれこそ取ってほ、うん、欲しかった。確かにな何回皆さん、ゆかちゃんの変化お気づきありませんか？コメント欄で気づいた方、当たった人には賞賛と名誉を与えましょう。はい、でもむちゃくちゃ飛んだな。なんかめっちゃ飛んだわ。残りが128、うん、結構飛んだな。140、7番、いや結構ね、128って結構残るんよ。うん、7番アイアンで、うん、まあ冬だしちょっと上げて、キックして乗ったでちょっと上から叩こうとしたらこう伸びた？伸びた、うん、失敗。この湯の郷石橋さんはね、追加ハーフがメンバーの方は1100円、はい、むちゃくちゃ安いよな。1100円、すいません何なら今日無料券を使わせていただいてすいませんこの年次会員があるからめっちゃええよな。もうすいません、なんか安く楽しく回らさせていただいてありがとうございます。本当に何ヤード？127。え、私と変わらんやん。ゆかちゃんめちゃくちゃ飛んだな。飛んだね。僕が飛ばなさすぎか。ピッチングでトップでもして奥に行ってしまえ。うん上げとるな。うん、意外と上げてるし、ここなんか結構距離残るんだよね、いつも。どこ行った？距離だけ。なんかゆかちゃんが切っちゃった。ごめんなさい。とりあえず2人一緒ぐらいのところ。そう、あの手袋つけてたからさ、ズームしようと思ったらさ、手がちょんって当たって切れた。ゆかちゃんカメラワークにちょっと難がある。もう下手くそなんやマジで下手くそなんやだから映えないんや。可愛いから調子。調子？はい、ゆかちゃん顔が見えんな。この帽子がちょっと深いんや仲良しですねこれ多分何度かあると思うんでご了承のほどよろしくお願いします。ポケットに入れても大丈夫だよね、ポケットに
血大サービスショット。バーディートライ。おお。切れたな最後。ナイスパー。はい。ナイスパー。うまいな。僕でもパターが今日調子が。今日めっちゃ調子いいよね。それ本当合ってたよね。ほらな。マジで入るのこれ。ナイスバーディ。この2ボール。ちょっとぼやけて。初代の2ボールが一番いい。で、鉛ベタバリ。まあ、一打負けか。はい。え、一打負けか。皆さん最後までお楽しみくださいね。やばい、今日こんな感じよね、ずっと。ずっと。やばい。頑張る。うん。おお。おお。大騒ぎ。ゆかちゃんのさっきな、あのラインが見えたけど多分入ってない。あ、そう。それは良かったし、参考になって。ボード4層140の9番、はい。うん。まあ、とりあえず乗ったけど。ねえねえ、私これ。ユーティリティ？竹。竹の。うん。4、5ティリティ？6ティリティ。6ティリティ？はい、意外と距離ない。あるある、ここある。うん、まあ、いいんじゃない、いいんじゃない、内緒。ゆかちゃんのはあそこです。結構距離があるんで難しいです。うん、スライスしたね。オッケー。パターでいきます。はい。行っちゃっていいのか？ナイスパー。ゆかちゃん OK？ はい。行っちゃうつ？練習で。全然 OK の距離じゃない。OK の距離じゃない？しゃ、ほんな入れてもらいましょう。手が震えるんよ。あ、そうな。パター。ちょっと竹の押しますね。あ、ちょっと。あ、ちょっと。うん、なんかイメージがもう分かんなくなっちゃって。あー、適当。チーン。はい、はい、ということで今17番ホールにやってまいりました。17か、17番、ね、はい、インコースなんで、はい、ここまででトータル3つオーバー、ゆうたくん3つオーバー、私4オーバー、はい、はい、ドロジアですね。均衡してますね。もうね、こっちのコース本当出ないよね。難しいな。カメラいけます？はい。落ちないように気をつけて。足元こんな感じです。ここ見えないんですけど、はい、それぞれかっ飛ばせゆかちゃん、ファイトだファイトだゆっかちゃん。完璧なとこ行きましたね。いいとこ。あとは100ぐらいだな。あとは来次第、はい、はい、ちょっと私どんくさいんで後ろの崖落っこちちゃいけないんで前から撮ります。多分落ちると思う。こんな感じなんで。落ちると思う。ここでも結構緊張するんだよな。
ちょい右、ちょっと右だけどいい感じ。あるのはある。景色はねめっちゃいいんですよ、こんな感じで。でも左の裾を狙ってな。そうそう、左狙っていかないといけないんで、うん、ちょっと難しいね。さあ行きましょう。行きましょう。コースはこんな感じで、すごい打ち下ろしです。ライがね結構飛びすぎると難しいんですけど、ゆうたくんめっちゃいいところにあります。はい、何ヤード137。9番で行きます。ふむふむ。左からのショット上げ、このピンがまた難しいんよな。左、やばい、チャンスやってきました。私にチャンスが、ビビったな。めっちゃします。はい、ゆかちゃんいいとこ来てました。結構開けとんよ。うん、そうだな、ピッチング。結構ライがなこれ厳しいんよな。うまっ。うん、やっぱ左足上がり下がりの分ロフトが立って気持ちいい。ナイスショット。おい、そう、ここのホールのグリーン難しいんだよね。今日はゆうたくん調子良さげなんで寄せてくるかな。ここね、なんか跳ねるんだよね。ちょっと入り方があれだったんかな。ここ意外と神経使うパットだね。画面ではな、そこまで曲がらんように見えるよ。これ入れたらでかいな。今僕が1打勝ってますからね。うん、 OK。ナイスパー。さあパーパットです。はい、これ入れたらでかいよ。あー、早くない？ボサズという、うぃー、コーナリングすごい。おおおおいや、急なんや、ちょっと。さて、結局いつも同点、最終までもつれます。ここの最終が難しい。610ヤードあるのね。うん、打ち下ろしとはいえ僕が断然有利です。なかなか、頑張れよ。もう糸を引いたようにまっすぐしか行きません。まあそういう日もありますよ。そんな日しかないでしょ。いや、そんなことないよ。ないっしょ。ありがとうございます。さあ、ここはね610ヤード長い、絶対に2オンはしないから。そう、できんよね。すっごい打ち下ろしなんだけど、うん、絶対できないもんね。ちょい右、ね、うん、全然ある。なんだったら、あ、めっちゃ前行ったよ。うん、加速していったな。ナイスショー。今日右の日だな。今日右ずっと行ってたね。うん、合わんな。ナイス、ありがとう。わたちいいとこですよ。そうじゃな。うまっ。いや、もう最高だと思う。でも右から左に傾斜しながら落ちていくわ。そうだね。だけ右目の方がいいと思う。残りが150ぐらい残るかな。うん。ナイスショット。ありがとうございます。4番ウッド。はい。石橋のいいところって、うん、カート乗り入れできるんだよね、天気いい日は。スイスイ。今日もスイスイゴルフだよね。ほんまにまたんでいいですね。
0.5 ラウンド目今1時間半ぐらい、うん、1時間半も行ってない余裕で2時間切れるね。うん、ちょい左だけど多分大丈夫でしょう。多分あると思うね。行ってみましょう、はい、ゆかちゃんマントビ、はい、いつもなだいたいあの中腹ぐらいなんだけど、めちゃくちゃ飛んどったな。ちょうどええとこキックするんだろうな、うん、このメンバールートがあるんだろうな多分。91奥の段行った方がいいよ。うん、前にはちょっと飛ぶな。ちょっと右目の方がいいかな。なんか悩むとこだよな。でもあれの方がいいんだろうけど。そうなんよな。まあここはシチュエーションがちょっと難かったな。あと10ヤード前だったら5ヤード後ろでだったらピッチングだし、やっぱ P で打つべきだった。うん、まあ、これも一つ勉強ですね。そうですね、夏場だったらいいんだろうけど、そうです、奥行きすぎるとね、うん、っていう心配もあるけど、まあ、僕にチャンスが巡ってきましたよ。ありがとうね、ゆかちゃん。何ヤード？79。うん。奥からバックスピン。79の58。はい。ラフからでもスピンがビタ入りします。やばい。うまい。トップしてめっちゃ止まったね。ナイス。ゆかちゃんのウェッジマジでいい。ナイスウェッジ。すげえ止まるな。いや、ちょうどあそこの多分コブに当たったけんで、ね、ここでコブに当たったからよ、ほんと。まあまあそれもあるけど、プチッと止まったもんな。ナイス。大人げないな。はい、はい、ありがとうございました。やっぱりこういうのって、うん、もう同じ台に乗せてないとやっぱり難しいな。それがやっぱ鉄則だからさ。でも僕ここにキャリーしてここだけ。そうじゃないよ、こっちだって。ほんま？違うよ。もうゆかちゃんは入れるしかありません。僕がほぼほぼ入るんで、今日の感じで言うと、うん、ナイス。オッケー。フォーバーね。うん。ナイスパー。ありがとうございます。で、僕がこれ入れたら39。はい。はいよ。目つぶっても入りそう。じゃあ目つぶって打てばええやん。気持ちよく入れましょう。何今な、上がったよな。知らんよ、見てなかったよ。だって急にプリンって言ったもん。くそー、同点でした。はい、ということで 1.5 ラウンド終わりました。はい、はい、前半78、78、 0.5 ラウンド目40、40。はい、いつも一緒やな。最近ほんと勝てないわ。なあ、辛いな。あー、でも新年いいスタートが切れましたんで、はい、今年も頑張りましょう。頑張りましょう。皆様も今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。多分2月か3月ぐらいの動画だと思います。またよろしくお願いします。はい、失礼します。バイバーイ。バイバーイ。